サカツラガンは、カモモクカモカマガン族に分類される鳥類の一種。カザフスタン、モンゴル、ロシア南東部、中国、北朝鮮、韓国、日本に分布する。夏季に、カザフスタン、中国北東部、モンゴル南部、ロシア南東部で繁殖し、冬季になると、中国南部や朝鮮半島で越冬する。日本では冬季に、越冬のため、不規則にごく少数が飛来する。 全長81から9 4トル。翼長オス45から6 0ンチメートル。メス37.5から4 4トル。翼海百153から1 8 5センチメートル、体重 3.2kg。種商名シグノイズは、シグナスに似たのいで、英名や中国名と、ほぼ同義。頸部は細長い。上面の羽衣は、赤褐色。 頬から喉にかけての羽衣は泡褐色。頸部から胸部の羽衣は白。胸部から腹部の羽衣は褐色。頬の羽毛が大々色を帯びる個体もいて飲酒して、荒調したように見えることが和名の由来。体上面の羽毛の羽根は単色。額からくちばし器部にかけて白い羽毛で覆われる。おばき部を覆う羽毛の色彩は白い。お葉の色彩は黒褐色で。 先端や外側の葉は白い。くちばしは大型で細長く、色彩は黒い。孔子の色彩は大色。幼鳥は額の白色部がない。河川や湖床湿原、川口、干潟などに生息する。植生は植物食で植物の茎、葉、根、種子などを食べる。繁殖地では植物の茎、葉。 根を食べ、越冬地では主に水生植物の根や種子を食べる。繁殖形態は卵生。水辺の地表に草を積み重ねた巣を作り、4から5月に5から6個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は28から30日。メスが放卵中は、オスが巣の周囲を防衛する。ヒナは、孵化してから75から90日で飛翔できるようになる。 中華人民共和国では本種が課金化された。くちばしが大々色でコブがあるものは課金化された白ガチョウ。国際自然保護連合によりレッドリストの気球種の指定を受けている。個体数は安定減少傾向にある。開発による越冬地の破壊や狩猟などにより生息数は激減している。以前は 超高中流域及び下流域にも多数の個体が越冬していたが、現在では激減している。また三峡ダム建設による現在の主な越冬地である、陽湖での環境の変化が懸念されている。日本にも東京湾で約100羽の越冬群が確認されていたが、1950年以降は定期的に飛来する越冬地は確認されていない。 1994年における生息数は5万羽と推定されている。日本では環境省により情報不足の指定を受けている。情報不足。ありがとうございます。